住友不動産株式会社は東京都新宿区西新宿に本社を置く住友グループの大手不動産会社住友グループ広報委員会にも加盟している三井不動産や三菱辞書に並ぶ大手不動産リベロッパーである分譲、賃貸などリテール事業に強い2014年のマンション供給個数ランキングでは全国1位首都圏1位近畿圏8位 また都内を中心に200を超えるビルを保有、運営している。住友直系企業グループの中でも、旧、住友本社を継承しているという点で、他の住友系企業とは違った特別な存在意義を持っている。住友屋の不動産資産を継承しており、そのため以前は住友屋当主、第16代、住友吉左財門ともなりが、住友不動産の筆頭株主であった。 また、住友や表現会の事務局が、住友不動産内に置かれていることからも、旧、住友本社的な性格を持っていることが伺える。サラリーマン小説で、昭和中期を代表する人気作家だった、源氏啓太は、1956年まで、同社の社員として二足のわらじを履いており、その作品には、同社での勤務経験が元になっているものが多い。 新宿住友ビルディング線、ガーデンタワー、新宿ガーデンタワー住友、不動産新宿オークタワー住友不動産飯田橋、ファーストタワー、ヨノハウスワールドシティタワーズアクティシオドメ。ありがとうございます。